やった。お疲れちゃんです。ラートです。そしてはい、どうも、手元です。そして滑舌失礼しまくとかげふよいしょ、よいしょ。はい、というわけで、はい、あれですね、ちょっと試合が2日前ぐらいにあったんですけど、まあ、その試合のね、まあ、その感想戦的なのみたいなのをね、はい、やっていきたいと思います。なんで早速よいしょ、見ていきましょう。パチッショー。OK、 よし、はいということで、はい、ポノス VS キックスの試合ですね。はい、はい、いやもうね、気持ちいいっていうよりも、なんかもう始まってるって感じで、ラット対24選手っていきました。そう、僕が負けけ、もう2人目のラット選手かが、そう、 KOH の試合ですね。試合を見てない方は、はい、ぜひ。さあ、プリンスバンとインフバン、これ何が刺さるでしょうか。大事ですね。バンカードがやっぱあるのが、このクラロワリーグアジアとか、クラロワリーグの大きなところなんで。この時は何を考えていた。いや、必死にデッキ作ってた必死にデッキ作ってたんですね、今は。そう、急いで急いでる。なんかもう、レアード順とか並べてるのも結構大事だよね。そう、いや、そうそう、マジで、メモ帳に、メモ帳にレアード順に、自分は普段デッキ作るのとか、レアード順でやってるから。ああ、そうね。そう。レアード順だから、もうメモ帳に書くのもレアード順で書いてる、ノーマークとか順番に。1枚ずつ、1枚ずつこう、この、正面やな、意外と。1分しかないから大事やな、ね。意外と。まあ、適当にやればいいっしょみたいなこと言うつもりで。いや、じゃあ、お前いつも言ってるよ、お前。いつも、いつも。マジで、デッキ組むのさ、意外とそんな早くないから。意外と、こういうとこ、几帳面なんだよ、マジで。実は、ちゃんとしてる、ちゃんとしてる。意外とね。安パイな人だから。チャラけたような、髪してる。髪はしゃあない。髪だけしゃあない。そうそう、だから、そういうの意外とちゃんとしてるよ。もう1分間しかないっていうのがやばいね、マジで。短いね。マジでやばい。やばくない？なんか最初の人は3分間あるから、うん、割と余裕がある、ね、余裕があったね。余裕がありますか。5つ全部作れますか。余裕すぎるな。5つ全部出せた。5つ全部、5つ全部っけ。でも5試合必要な。1回ブレイカグが3つ投げ、うん、そうだね、絶対3つ。でも負け感で2つが終わりました。はーい、はい、始まる。この人ね、結構あのトロフィー高くてマルチとかでも当たるようなすごい人なんですよね。7-1よ、7-1。ヤクトさんは7-1やばいよね。7-1は高くない。ヤクトさんいくつですか。なんで敬語なの、やめて、マジで。ごめんなさい。はい。はい、じゃあここはの3人同い年なんですよね。うん、同い年なのに、なんかね、そのコタが。なんかちょっとね、ちょっと距離を置いたような。いやいやいや。マジでたまに敬語なのが、たまによマジでなんか気持ち悪い。これ言っちゃダメでしょ。ちょ、なんか距離が空いてるような感じがするんだよ。そう、やめてほしいね、マジで。やめてほしい。だからもう試合始まったからいいや。はい。ここ何月期？これあのこの試合の前にそのコタが一人対戦相手を倒して、うん、でこの人に負けてなんですけど、うん、この人に負けた時に使ったデッキがそのを僕がそのまま使った。おがちげ。同じデッキを使っていくっていう。まさかのね。そう、相手からしたら、え、お前もか。お前もエリポンかよ。しかもちょっとメタリ気味になってるよね。もしかしたらこれで来るかもしれないって思う、ワンチャン相手も気づいてたかもしれないっていうね。そうそうそう、これちょっと厳しい相性か。意外となんかまあまあ言うてじゃない。そうだね。まあエリポン僕はどうしても置いていきたい感じですね。けどあとまあ普通に削られてないサイドにオーブン置いてかな。ちゃんとどうしてそうしたのかとかもちゃんと説明したいんですよね。はい、大事だから、これ大事。このポーズ美味しいですね。ここでエリポンでしょうか。多分エリポン。なんで敬語なのだから。なっちゃうの今。はい。でこれまあエリポンいきます、はいはい。このマスクは流しなんだよ。もうエリポン大事だから。エリポンデッキ、エリポンマジで大事。じゃあなんか呪文打たれたら、オーブに呪文打たれたらエリポンみたいな。もう大事。マスキに打たれたらエリポン。とりあえずエリポン。これ、ね、意外と辛いな。こういう気玉を剥がして。そう、あのもうダメージ受けていいから。エリポン守るのが僕の最優先ですね。でここ相手がハンター咲いてたんで、正直あの相手コチョババ止めれるのは気持ちハンターしかいないんで、でハンター言うので刺して、まあ、ワンチャン言うのはアイゴレで釣られるかもしれなかったんですけど、絶対に相手工場止めるのに雪玉を咲かないといけなかったんですよ今の。
なんで雪玉を裂いたら絶対ガゴムレが刺さるからガゴムレ追加して、そしたら相手防衛できなくなるからポイズンを絶対防衛ポイズン使うまで、まあ、あの一瞬で分かってましたね。うん、なるほど。もう俺も分かってた、あそこまで3秒後ぐらいまでね分かってた。やっぱ違いますね。違いますね。ここはちょっと、あ、まあ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 このバーバリアンはまあ、3秒、これも3秒先まで分かってたバーバリアンだよ、ね。なるほど、うん、そこは終わってくるかなぐらいこのハンターのあれずるいんだよ、なんかちょっと、まあ、お前それ入ってるって。どこが湿気も入っちゃうんだね。ここでエリポン、エリポン本当に命だね。残り800でエリポンを置く勇気ってやばくない？そう、ここでえって思いましたね、正直言って。それやったやろって思った、これやばいと思ってた、やったらって思ってくんだけど、意外と置くの大事なんだよね。これ結構辛いね、相手もハンター切った後に逆再攻撃。まあでも2300はもう正直こっちも削り気はないから、どうにかとりあえずサイに振っとくみたいな感じだね。この後ろオーブもポイズン受けかか怖くない？そう、誘ってる、だから誘ってる、そのポイズン受けよってやつ。そう、ここでね、エリポン無視したん、あ、エリポンじゃない、そう、ディガ、ディガフルムシ怖かったから、ビッケルこっちもフルムシ、フルムシで、いや、ここで雪玉打てたんだけど、そう、打てばよかったよね、マジで、まあ、けど、ね、あ、トルボサイタ、しかもコスト絶対君ないやんっていう。このバーバリアンいいね。行く行く、どん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 行く。追加追加で、お、来た来た来た、あ、言うのこの相手の相手も上手かったと思ってるね。でも、ここも、あ、無視あ、無視怖い、怖い、これ、無視、これ無視できる人少ないと思う、無視、もうね、しちゃうんだよね、もうね、君、止まんない、無視。これはね、なんか本当に三十種の片割れみたいな。違う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 。え、違うの？何三十種回作るんだよ。あ、違うの？違う。なんかこれはそこに人気デッキ。サビユニットめっちゃ似てない。サビユニット。いや雰囲気だ。エリポンと工場ガゴムレで、まあ三十種デッキみたいな感じだけど違う。これ三十種ないからだって。違う。まあ三十種。なんだなんだ。まあとりあえず三十種復活したらまあ多分使うけど。考える。うん。まあ、一応考える。使うとかお前そこで言っちゃダメでしょ。そんな。あえて使うっていう。ここでもう心理戦。敵チームが見るかどうかだけどね。日本語だし。一人抜いたのね。まず二人。一人か。一人抜いて。カイロ。ラスト。ラスボス。正直ね。え、どう思ってた？俺さっきのあの、まあ、2番目の人には勝てると思ってた。まあまあまあいけるとは思ってた、うん、けど試合見てて途中あワンチャン負けたと思った。いや相性がやばいなって思った。正直言ってこれ、うん、無理でしょ。普通に相性怖い、まあ、怖いね。雪玉高回転で回るし、ハンターも上げし、エリポン無理じゃねって思ったよね。そうそうそう、やっぱ置いていくことで最後この爪のね追い込みがうまかった。追い込みがね、我慢がすごい。あざす。さあここでラスボスレジェンド。いやー本当にあれですね、この人は、うん、昨年世界大会優勝したノバ、あれだよ、準優勝で、準優勝の勝ち抜きで決勝戦、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 準決だよ。決勝はノバ対、うん、あれだよ、キングオブヒグマで行けない。あ、そうか。キングゾーンを3盾でした。うん、あ、そうだ。あの、X 号とかの、あのチーム3盾で、1人で抜こう。1人で清一3人倒したっていう、まあ、やばい人ですね。やばい。やばい。正直言ってやばいです。それがアジアに。来ちゃった。来ちゃった。来ちゃった。しかもそれが初戦の相手っていう。やばいよな。ちょっと震えたよね。やばいよな。だから、なんでチームメンバーのこの相手の。そう、見たときに。あ、はいはい、ランボランボ、レジェンド、なんでなんで急にって、いや本当に焦った、あれは急に来たやん。ここはどんな気持ちがあったの？いや、めっちゃ楽だったよ。でもなんか初めのさっきの試合の時の方が若干緊張はあったけど、楽っていうのはあれ、一緒にみかんさんおるからだった。後ろにだってそう、大先生いるからね。あ、やっぱね、だからめちゃくちゃ多分なんか気楽だったよ普通に。なんかあ、もし自分がこれ3番目でも気楽だった。いや、それは多分ちゃうんじゃない、さすがに負けたらやばいって言うけど、なんかいや、これ倒してえなってずっと思ってた。おいしい。これ倒してえなって無限に思ってたな。俺ちゃんとこのさっきもだけど、俺挨拶してるから、あのベビドラの卵スタンプからの毎日毎回やるよね。愛用、最近愛用っすね、ダブルベビドラ。真顔で押すっていうね。そう、でもあの挨拶返ってこなかったんで、もう一回スタンプで挨拶したけど返ってこなかった。うん、うん、集中してるから。ね、あっちはもうね、負けかが終わり。そう。で、これが、
ロイフクか、俺がロイフクですね。ああ。左目がないと。ここね。こう、まあまあまあ。目がないと。それで目がないと、どうやっか、相手が目がないとって分かって、相性はどう思うか。いやそのメガナイトとヤリゴブとディガーと雪玉が出て、あのメガナイトバルーンだと俺思ってたね、ずっと。あメガナイトバルーンかと思って、意外とあのバルーンちょっときついんやな、ね、気持ち、うん、まあ、雪玉だったからまあワンチャンいけるかなと思ってたけど、すごいバルーンめっちゃ意識してて、ワンチャン課題作られたらやばいなと思ってた。ちょっとやばいなと思ってた。なるほどね。そう、穴掘りとかいうの見てもまだバルーン、うん、じゃあメガナイトバルーン、なんかヤリコブコウモリディガーみたいな、そうのやつが結構前にあったから、それだと思ってて、しかも勝ち抜きって一発嫌だから、うん、そういうの出しやすいんで、うん、ここはガンゲロイフォグまとめケガス感です。これでや、あやったって。俺の方が一枚回してると思ってた、雪玉の何もすることなくて飛ばしたから、 あれってことは俺の方が1枚回してまだメガナイト手札いなくねって思って、メガナイト、あのロイフ飛ばしたら、あごすいませんすいません、うん、すいません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 、普通にモロ出てきたね。でここのコウモリ系めっちゃうまいね、これこれできる人は結構意外と少ないね。あそこ普通にエレキ用にエレキの上とかに出して、あエレキは守ってアウトローが一発二発入っちゃうんだけど、うん、低めのコウモリでエレキとアウトロー両方切るっていう、うん、ああいう微妙っていうんだから、地味なプレイがすごいうまい。まあ、ここもホバリングを雪が舞うって逃げようってしましたよね。あとまあ暇だったからね、うん、暇だった暇だったからね。でここもなんか結構することがないね、そのロイフォグを飛ばしたいんだけど、うん、飛ばしたらメガナイトで受けられるやん、うんうん、じゃあ何他のサブユニットで回すしかないんだけど、ペッカも出したら出したで別に受けられて、うん、とか逆サイ一気に攻められてっていうのがあるから、ペッカも出しづらいしロイフォグも出しづらい、かかそうだから、うん、これまで相手はペッカあることを知らなくて、そう知らなくて、これあえてアウトロボーイを逆側に出させて、その瞬間に絶対ユーノとか付け出してくると分かってたから、もうそれでペッカ、なるほど、そう誘って、まあ、ペッカ受けして、戦いながらそういうの考えるのむずいよね。結構考えれたよね今回、でかい。でこれのロイフォグはあえてペッカの前に出したらこのペッカが残るからっていうので、ペッカが橋を渡る前に先に出した、それも考えてた。ペックがタグ取らすんじゃなくて、普通に入りそうで家の受けっていうのもね、これ苦しい、ね、そう、あいいペッカ、いいペッカ、いいペッカガール残す大事。これコモリちょっと受けるの見せた、そうで、エレキもあったよ手札に、だけどなんかどっちにするかなってコモリにした。でこれもコモリ来るの分かってて、行き止まり構えてたけどちょっと遅かったな。でここのメガナイトがちょっと怖かった。いや、これ怖いよね。これ怖い、めっちゃ怖いね。で、これアウトローに絶対ポイズンってくると思ってから、エリケも低めに出して、ちゃんと低めに出して。ただここで中継切れた。やばい。これもう痛いよね。苦しい。あジャンプして降りる瞬間にメガナイトやられるあるやん、よく。だからそう、あこれ大丈夫と思ったけど、みんな踏まれちゃった。さあ、ここでインドラの逆再生。多分これ、左の方がダメージ削れてるから相手はインドラを左に多分割いたんだと思うんだけど、これがちょっとね、そう、まあまあラッキーぐらいだったかな。スタックアウトローで、ね、うん、そう、アウトローめちゃくちゃ優秀やねんな。一人で全部守れちゃうね。そうで、いい感じにダメージ強す、ね、まあ、このコンビ多分セパしとった方がもっと良かったよね。そしたら雪玉も打ちにくいし、うん、そういうところがちょっともったいないって、うん、後から見たらすごい分かりますね。確かに感想戦なんでね、うん、まあここも一発も入れかけない、うん、入れさせてから残り1分。はい、ね、これタイブレイカルールで、なんかあと自分がやってる時になんか大したなんか大きなダメージ受けてないから、うんうん、結構余裕で勝ってると思ってたよね気持ち。そしたら途中とかダメージ見たら、え、やばくねみたいな。この始めペッカはインドラ裂いたから、そう、インドラこっち裂いたから、じゃあメガナイトしかないし、メガナイトには別にペッカ強いから、うん、っていうので始めペッカでプレッシャー与えて、このインドラちょっと残っちゃったね。そう残っちゃったんだよな。うわ、ダメージがちょっと焦ってた、やばい、うん、だから始めでもアウトローでちゃちゃっと止めて、エレキでリーガーを抑えて、もう1ダメージも入れたくないね。でここだね、
もう止めていいからこれ。ここでこのダメージが790と606やない。うん。600で。これやべえなってなったらやべえなって思っちゃう。このままじゃやばいなってなる。そう。で、ここの正解がめちゃくちゃ分かんなくて、もう頭フル回転させてた。じゃあ、ロイフグ飛ばすってなって、いやでもロイフグ飛ばしたらメガナイトで受けられる。うん、ってことはダメ。ダメ。じゃあ、ペッカ出す。じゃあ、ペッカ出しても、そのペッカ自体がダメージ与えれないやん、結局。間に合わない。ってことは、ペッカ出すのもダメ。うん、で、ここのコストがとりあえず、まあ、ホバ出して、とりあえずね、アンパホバ出して、待って、相手インド。あ、じゃあ、トレースポイズン。トレースポイズン。初登場、まあ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 、トレースポイズン。で、ここで、考えた。うんもうこの時点でペック飛ばしたら間に合わない。無理。でも、今ロイフグ飛ばしたらメガナイトで受けられるんだけど、僕がこのポイズンを打ったことによって、ダメージが僕の方が勝っちゃうんですよ、試合終了後に。だから相手は絶対に攻めないといけないんですよね。うん、僕も最後に雪玉絶対回るから、うん、お互い雪玉打った時に絶対僕の方がダメージ通って、相手は最後にディガーか、まあ、ユーノとかやりこぶで、ダメージを絶対与えないといけないんですよ、僕のターンに。うん、ってことは、相手はここでカードを回して攻めるしかないんですよね、うん、選択肢に。うん、だから、それが分かってるから、このレジェンド選手をこう回して、ここでディガー飛ばすんですよ、絶対に。うんうんうん、回してる、もうディガーで削るしかないって。ディガー出すのと、あのロイフ出すのほぼ同時、ね、そう、だから、絶対回してディガー出すからこそ、その瞬間、絶対コストがなくなるから、うん、こっちも攻める。ここで、シビアだね、これ。で、ここで攻めちゃえば、攻めちゃえば相手絶対なんかディガーかポイズンとか雪玉かなんかするから、そしたらこっちのロイフグも多少は入るし、相手もこれを防衛しないといけないしっていうので、すれ違いをもう狙ってロイフグ飛ばして、でこういい感じすれ違って、このアウトローもちゃんと出したよ。よく出したよね。外れちゃった。出したんだけど当たってなくて、でロイフグ僕これ来たくねと思ったんだけど、わかんねえわかんねえ、そうやばい、これ雪玉でこう守られてけど、チョコーン、チョコーン、チョコーン、もう一回、もう一回、もう一回だけど、これ、あれ、これどうすればいいかな。よいしょ、これいきますか。よし、これで、このすれ違い、このすれ違い、でこの防衛されるんだけど、最後のこの一体のロイフがチョコーン、これ、このチョコーン。うわー、でこれレジェンド相当悔しいよね。かっかと思った。お互いこうダメージ見て。ふおって、一瞬分かんなかったから、あれワンチャン負けた、ミケル側も分かんなかった、ダメージ見てやったかったっていうね。いやこれマジでやばかったよ。耳悪い人は心臓に悪いよ。怖い。あれどっちってなるよ。もうなんかこうなんかめっちゃかメガネかかってフチさんとかよくやってそう。そうえこれどうなんだっつって。いやマジで、まあラッキーっちゃラッキーというか、まあね、よく最後やってよ。だってあのロイフなかったら負けてたんですよね。うん、というわけで、ちょっとあの収録たまたまちょっと切れちゃって、ちょっと変な終わり方になっちゃったんですけど、今日はこんな感じで、まあ初戦ね、無事勝てて本当に良かったと思います。本当に良かった、本当に良かった。初戦大事なんでね、うん、流れがやっぱあるんで。はい、次の対戦相手は OGN。 はい、まああのTNT 選手とか、なんかあと今回多分新しい選手が2人か3人ぐらい追加されてるんですけど、うんうん、ブラジルの選手とかなんか韓国のトップ5を挙げるとしたらみたいなで絶対名前が上がるような人とかが入ってる、結構強いチーム、みんな強いよね。なんでまあしっかり勝ちたいなと思います。はい、はい、なんで応援してもらえたらいいなと思います。というわけで、この2人やってる YouTube やってますよ、もちろん。天狗と月1ぐらいしか上がってない気がするけど、どこ取ろう、どこ取ろう、うん、いいよ、はい、だからまあ天狗とあとコタのねチャンネルリンク貼っておくんで、皆さんぜひそちらのね動画を見てみてください。というわけでお願いします、お願いします。バイ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 。